爪のお手入れしてますか？僕はですね、毎日爪の汚れを取って頑張ってたんですけど、ファクトリーギアさんのディーン究極の爪ブラシとネイルシャープナー、ぜひ使ってみてくださいっていうことで、2週間ぐらい前からかな、使わせてもらってて、すごく良かったという内容をね、ここ今から言っていこうかなと。で、爪ってね、汚いとね、やっぱ男としてダメだと思うんですよ。ね、ダメだよね、爪汚いと。ね、やめてほしいよね。爪はね、かき出せたんだけど、このね、指紋の中、ここの中の掃除が結構ね、歯ブラシとかで頑張ってみたんだけど、なかなか取りづらくて、でそれで爪ブラシ、この柔らかい方で指紋の中の汚れを落として、それでも落ちないやつはこっちのね、短い方が結構力強くアプローチできるんでね、効くなと思いました。2日分ぐらい爪の汚れを残しつつ、とりあえずね、手を汚します。それでね、それのあの、あいたい鍵ですね、かな、これで手を汚して、この状態でとりあえずがっつり洗って、そこからのスタートという感じでいきます。この指紋の中に汚れを突っ込んだ状態です。普段ね、ちゃんと毎日掃除してるんでね、こんな汚いことはないですよ。あったか、濡らすとね、いい感じに映る、映ってる、多分洗剤つけた方がいい気がするんですけど、こうやってガリガリと、もう結構落ちてる、見えるかな、映像になったらいいな、見えると思う、そんな近くで映る、はい、こんな感じで指紋のね、汚れをね、めっちゃすぐ落とせるんですよ。こっち側も行きます、こっち側も、こっち側行きます。このね、指紋の方向に対して同じように動かすだけで、これにね、個人的にめちゃくちゃ感動しております。一応案件っぽい案件なんですけど、僕が勝手にあの宣伝してるだけです。実際はでもね、これでこの指紋の汚れが一番ね、嫌だったんですよ。いや、めっちゃ綺麗になるな、改めて。どうですか、最初より綺麗になった？まあ、ちょっと雑なんでね、まだ残ってますけど。で、次に爪。爪はね、やっぱね、ちょっと今伸びてきたところなんですけど、自分は反対側の爪でこうやって書き出すっていうのをやってて、こうでもいいんですけど、若干ね、こっちよりは、僕の場合は反対側の爪でアプローチした方が、慣れてるっていうのもあったんで、小指から中指まで。やったところですね。でもこの状態で気になるのが、ここの汚れ、こういうところの汚れが隅落とせないんで、こういうのをまたこっちで頑張ると、結構ね、隙間に対してちょっと残っちゃうけど、これは後で頑張る。あ、取れた。影が、隙間へのアプローチがめちゃくちゃいい。よし、一応全部洗ってきます。ここだ、よし、こんな感じで、こっちが何もしてない方、こっちが頑張った方、これ多分洗剤つけながらの方が絶対効果があるんで、今はね、洗剤つけると見えなくなっちゃうんで、やってないと。はい、いや、いいね。で、仕上げにこのね、ネイルシャープナー、爪の切り立ての時ってここにね、すごいバリが出るんですよ。爪切った後にこのネイルシャープナーでこういう感じでね、やって、そうするとバリがね、いい感じでね、取れるんですよ。で、めちゃくちゃ削れるんで、やりすぎに注意なのと、削った後がすごいツルツルになるんですよ。だから、爪切った後に、孤立で仕上げると、とてもいいです。ゲットしてからほぼ毎日使っております。整備士だから爪が汚いとか、言い訳したらね、やっぱ男としてね、恥ずかしい気が、
恥ずかしいんですよ。やっぱいつ何時ね何が起こるかわからないので、仕事が終わったら爪はね、爪というか指というかですね、しっかりお手入れして、究極の爪ブラシとネイルシャープナーのセット販売が始まっております、ファクトリーアさんで。それをねぜひゲットして、爪と指の手入れをして、いい感じに夜をお過ごししたらいいんじゃないでしょうか。おすすめです。